はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あれですね、パーカー着てたら僕体ごつく見えますよね。ちょっと元気に見えますよね。まあそれはいいんですけども、今日はですね、血圧を下げる方法とはっていうことなんですけどね、まあ様々なね、病を引き起こすこととされている高血圧でございますけども、その高血圧の原因っていうのはね、主にね、不規則な生活とね、生活習慣が重なることで引き起こされると言われております。そもそも高血圧ってどのぐらいを言うのっていうことがね、よくね、耳にするんですけどもね、まあ、血圧にはね、ちょうど良い高さがあってですね、まあ、高からず低からずが、まあ、理想的なんです。まあ、そのちょうどいい高さっていうのはですね、まあ、指的血圧といってですね、上が120未満、下が80未満、まあ、これがね、血圧に、まあ、負担をかけない、まあ、さ最もいい状態と言われております。でそれがね、140以上、まあ、下は、まあ、90以上になってしまうとなると高血圧と診断されます。まあ、日本人ではね、まあ、高血圧の方はね、約4000万人いると言われております。まあまあ多いですよね。まあ、日本人のね、3人に1人がね、高血圧ということなんですわ。で、60歳以上になると2人に1人と言われております。血圧ってね、どういう時にね、上下するのって感じなんですけどもね、その血圧っていうのは実はね、気温に大きくね、関係します。まあ、例えばですね、寒いとね、血管がね、キュッて縮むためにですね、冬は血圧がね、上がる傾向があってですね、まあ、外気とその室内の、まあ、温度差でもね、変化します。で、それを言うとですね、まあ、血圧を測る場所が寒いか、暖かいかでもね、測定数値にね、差が、ね、出てくるんですよ。冬にね、その外から帰ってきた時にね、まあ、部屋の中ってね、寒いじゃないですか。誰もおらんかったらね、暖房もついてなかったら寒いでしょ。でその時にすぐにコートを脱ぐとですね、体がまあその急激にね、この冷えた環境にね、置かれた状態になってしまうんで、血圧がね、ガッてね、上昇します。まあ、だからその上着を脱ぐ時っていうのはですね、部屋を温めてから脱ぐようにするとですね、血圧は穏やかなままでね、保たれます。まあ、さらに分かりやすい例で言うならばですね、サウナから水風呂に入るといったね、急激なその温度差に体をさらすとですね、血圧はね、ガッと上昇します。でもう一つね、血圧が上がる一つのパターンにですね、ストレス解消のためにその過食を繰り返すケースがね、あります。でこのストレスが自律神経をね、こう刺激してね、血圧を上げてしまう原因となるんです。ほんで食べ過ぎてね、内臓脂肪の蓄積による肥満でね、血圧があんなに高くなってですね、でさらにそのストレスで血圧がまたさらに上がるということになってしまいます。まあ、悪循環しかありません。でまたね、血圧っていうのは、ね、交感神経の活動が優位になるときに上がって、副交感神経が優位になったときには下がります。これをね、白衣高血圧といってですね、もう言う、ね、名前つけたな思うんですけどね、その病院でね、白衣のね、先生とかね、看護師さんを目の前にした時にですね、一時的に血圧やね、脈拍がね、ガッとね、高くなって上がる時がね、あるんですよ。これ緊張でね、交感神経がね、活発になるからなんですって。これありますよね、ほんまに。診察室に入ってね、その問診を受け始めて、急にね、はい、血圧測ろうか、言うてですよ。で、測ったらですね、めっちゃドキドキしてたらですよ。144とかありましたしね。でも、何があっても冷静にいられることができれば、110とかね、まあ、ギリギリ抑えれるようにもなってきましたし、まあ、これはね、良かったなと思いますけども。で、このようにね、血圧っていうのは測る場所、環境によって、まあ、影響を受けるものなんですよ。で、そんな血圧を下げるためには、食生活から運動まで生活習慣の見直しが大切なんです。まあ、言い換えればね、生活習慣は血圧に大きな影響を与えるんです。ただしですね、健康なための習慣とはいえですね、まあ、負担が多すぎるとね、無理が生じてね、継続が難しくなってしまって、日々の暮らしに取り入れにくくなってしまいます。まあ、できるだけね、続けやすい心がけや改善でね、
高血圧になりやすい、なりにくい体を作っていきましょう。で、ここでね、やっとですよ、血圧を下げるために大切な減塩運動、肥満防止のための方法をご紹介します。この血圧を下げるために必要なですね、食生活編っていうのを今日はね、お話しさせていただきます。食生活編、減塩、お酢などのね、血圧を下げる食品についてね、お話しさせてもらいますね。塩分は控えめにする、日常でできる範囲で塩分のコントロールをしてみましょう。醤油はね、日本食のね、味付けの要なのでね、日本の食事にはね、欠かせないね、大切な調味料ですけどもね、実はね、塩分の塊なんですよ、あれね。でもね、一切口にしないというね、選択肢はね、不可能なんですよね。だって、みりんにもちょっと入ってるし、お酒には入ってないですけど、ポン酢にも入ってるしね、あとは何、めんつゆ、だいぶいろんなものにも入ってますからね。醤油ってなんでこんなに使われてんねんっていうことも、裏面見たらね、醤油、裏面見たら醤油、まあところも醤油って書いてるんで、逃げれません、醤油からはね。でもできるだけ醤油を、ね、取らないために、徹底すべきルールを守ってね、あとはまあ食事を楽しむことも大切です。まあ、とは言ってますけどね、いろんなものに醤油が入ってますけども、でもすぐに実行できることであればですね、その醤油で味付けされた汁物は飲まないようにしましょう。ラーメンやうどんですよね、あとそばですよ、そのスープね、まあ、すまし汁のもそうなんですけども、まあ、一滴残らず飲み干してしまう人とかもいてるじゃないですか。これからはそういう人は一口ちょっとすすったら残しましょう。まあ、それかね、まあ、一口だとね、ちょっとね、物足りへんから、まあ、半分、まあ、3分の2ぐらいから始めてみてもいいんかなと思います。だから3分の1残すとかね、4分の1残すとかね、だんだん甘なってるわけって感じなんですけども、まあ、全部飲み干さんと、ちょっと残していこう、残していきましょうっていう風な感じで、まあ、今日は4分の1残したから、明日は3分の1残そうかな。で、次の日は2分の1残そうかなみたいな感じで、ちょっとね、そのスープとかね、ラーメンやうどんそばのスープとかをね、残していくようにね、していってくれください。そういうところから始めていきましょう。ほんで、まあね、次はそもそも醤油をかけないってことですよね。減塩のためにはね、その調味料を使うとき、味をね、その薄めにすることがね、前提なんですけども、まあ、料理に直接ね、醤油をバーってかける時とかあるじゃないですか。あれをね、やめてみましょう。その代わりにね、こうかけるじゃなくて、このなんかつけるっていうその習慣をね、身につけるとね、いいと思いますよ。小皿にですね、醤油をちょっと入れて、刺身を食べる時にこうつける感じあるでしょ、ちょんちょんってね、あんな感じでね、いろんなものに醤油をかけるじゃなくて、醤油をつけるっていう感じで食べてみてください。あとはですね、香辛料を上手にコントロールするということですね。ハーブとかね、スパイスなどに利用してね、料理をね、楽しむっていうことも始めてみましょう。あとね、クミンなどのね、香りとね、野菜の旨味はね、相性がね、抜群みたいですわ。ほんでね、まあ、減塩するなら、夕食よりも朝、朝食にこだわりましょう。朝食とね、血圧っていうのはね、密接に関わっています。まあね、賛否両論あるんですけども、朝食を抜くことはですね、いいと言ってる人もおれば、まああかんよっていう人言ってる人もいてるんです。まあ今日はね、そのあかんよっていう人の目線で喋りますけども、その朝食を抜くっていうことは、まあ、血圧の上昇をね、この促進してしまうので、まあ、気にしてる人はね、必ず朝食を取った方がいいです。減塩を意識するならね、朝食時とね、いうことでね、そのね、起きた後にはですね、レニンとかアルドステロンとかアドレナリンとかノルアドレナリンなどね、血圧を上げるホルモンがね、たくさん出てる時間帯なんですよ。で、この時間帯に塩分を取りすぎると血圧は上昇します。あと他にはですね、血管を柔らかくする物質を含む食品を食べましょう。血管を柔らかくする物質というのはですね、NO、一酸化窒素っていうのをね、多く含む食品をね、食べることでね、高血圧対策ができます。まあ、例えばね、その NO、一酸化窒素をね、多く含む食品としてはですね、赤身のお肉、ヒレ肉、豚、ラム肉、馬ですね。あとはその魚やったらマグロ、カツオ、鮭。乳製品やったら牛乳、ヨーグルト、チーズ、あと卵ですね、などがあります。あとはまあ、そもそも血圧を下げる食品を食べましょう。甘いものの食べ過ぎはね、体に良くないと言われてますけどもね、一方でですね、その疲労回復とかね、血圧低下をね、促進してくれる役割のある食品もね、あるんですよ。例えばね、ピーナッツですよ、ピーナッツね。まあ、毎日ね、皮付きピーナッツをね、20粒ほど食べるとですね、血圧がね、8ぐらい下がるという研究結果もね、あります。またね、おやつを食べるならですね、その血圧を下げてくれるチョコレートがおすすめです。チョコレートに含まれるね、エピカテキンというカカオポリフェノールにですね、血圧を下げる効果があります。
さらにね、フルーツグラノーラもね、血圧を下げてくれる食品です。あとは飲み物にもね、血圧を下げてくれる効果が、ね、あるものがありますよ。それはね、ギャバ茶とかね、途中茶、そしてね、ブドウジュースでございます。毎日ブドウジュースをね、200cc をね、3倍飲むとですね、だから合計 600cc ですよね、朝昼晩に分けて飲んだりするとですね、血圧がね、4ぐらい下がるという結果、研究結果もね、ありますからね。結構ブドウジュースはね、さすがにいいですよね。ブドウのポリフェノールってよく言いますもんね。ワインなんかもいいですよね、ポリフェノールたっぷりなんでね。でもあれはちょっとお酒なんでね、飲みすぎには注意してくださいね。そして最近まだ注目を集めてるのがお酢でございます。毎日ね、少量ですよ、少量だけ飲むことをね、続けるとですね、塩分をね、4% ほど減らした時の効果にね、匹敵するもんだそうなんです。あとはね、カリウムって聞いたことあるでしょ。カリウムを含む野菜や果物をね、摂取しましょう。カリウムはね、ナトリウムとね、そのバランスを取りながらね、血圧を調整してくれる役割があります。カリウムはね、ナトリウムと一緒にね、浸透圧をね、維持してくれてね、余計なナトリウムを排出するためにですね、血圧の上昇をね、抑制する働きがあります。でカリウムが多く含まれている食材というのは、パセリ、アボガド、ほうれん草、大豆、ひじき、きのこ、雑穀ですね、あと納豆とモロヘイヤなどです。どれも聞いたことありますよね。薬局じゃないとか、スーパーです。スーパーに売ってますよね。薬局にもね、売ってるとこもあるんでしょうけども、多くの野菜はスーパーに売ってます。これらの野菜やね、果物っていうのはね、積極的に摂るというほんまにいいと思いますよ、ね、そんな感じでね、結構駆け足で話しましたけどね、いかがでしたでしょうかね。野菜ばっかりだけじゃなくてね、チョコレートも食べていいし、ブドウジュースも飲んでいいし、ちょっとね、気が楽になりますよね。だからあんまりね、あれはあかんねん、これもあかんねんってならないのくていいので、気軽にね、食べることを楽しみながらね、血圧をね、下げていきましょう。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。